12月、公園の木々は葉を落とし、冬支度です。1月の雑木林は空が明るく広がり、渡り鳥が餌を求めてやってきます。公園の外れに珍しい小屋があります。 M 型をしているので、私は M ハウスと呼ぶことにしました。正式にはトラップというのだそうで、カラスを捕獲するための罠小屋です。東京の環境づくりのため、増え続けるカラスの被害を少なくするための策のようです。2009年1月、1年を経過した M ハウスは年間どのくらい捕獲処分されるのか分かりませんが、今日も罠にはまっています。はまっているのはだいたいメスか子供のようです。M ハウスの屋根に仕掛けがあるようで、スルリと入ってしまうのでしょうか。頭の良いと言われているカラスも、人間の仕掛けは見破ることができないようです。そして3年が過ぎました。カラスは伴侶を生涯共にすると言われていますが、定かではありません。 M ハウスの外でけたたましく鳴いているのは夫でしょうか。嫌われ者のカラスは誰も見向いてくれませんが、同じ日、公園の中は大変なにぎわいです。木の実がなくなると、渡り鳥は次の餌場へと飛んで行きます。公園の木々も柔らかい萌木色の葉が日々濃い色に変わっていきます。
5年が経ち、緑に囲まれた M ハウスもだいぶ老朽化してきました。頭の悪いカラスは今日も屋根からするりと滑り込んでいます。鳥たちは森の中のねぐらに帰ります。Mハウスの住人たちはここに長く住むことはありません。